はい、それでは始めていきましょう。第25回 KF98 UM 紅白戦スタートします。はい、 OK ですね。それではスタートボタンを押して始めてください。さあ始まりました、もう5月に入りましたね。2016年5月7日、KF98 UM 紅白戦スタートしていきます。本日、まあ、なんというかあの少年軍団というかが根こそぎ今日は来れないのかな、よくわかんないですけどいないので非常に少なくなっておりますのでライフ2で、行こうと思います。まあ、どのタイミングでも大丈夫なのでよろしくお願いします。で、ワンピー側がマニアキさん、初参加かな、ありがとうございます。すいませんね、人が少ないんですが。で、2P がヨーダイさんですね。アット KF14 8月25日発売ということでいいですね。まあ、KF14 も出るということで他のタイトルもね盛り上がっていければいいのかなと思っております。さあ先方いい勝ち方をしたのはマニアキさん、裏ゆりモードがアルティメットですね。さあここでヨーダイさんが裏ギース、さあ跳ね返していく、あれで超えられないのはやはりなかなかの判定ですね。しかし裏ユリは跳ね返す術もあるので、まあちょっと打ちづらいところではあるでしょう。さあそれでも果敢に振っていく、ここで抜けて、さあ超えられない、前転とステップか、なるほど。うわすげえとこに当たった、さすがの判定と言わざるを得ませんが、ここはゴーセに3ゲージ払っていく。さあそして大将キムちょっと追い詰められた状況ですが、さあ一発を期待したいところ、開幕突っ込んでいきましたがあれには無敵はないですね。さあ強反撃決めてもう1回ジャッカー今のは。さあマニアキさんがいい仕事をしている。さあここは98特有のあれですね、ゼロ2とかだとあの1段ガードされるとそのまま何も出ないんですけど、98系は削っていきますね。しかしマニアキさんがそのまま落ちきる。さあ2戦目は、フッチーさんワンライフ目。さあなんか最近まあちょこちょこ他のタイトルでもね初参加の方は来てくれるんですが、かなり軒並みというかいい動きをしますね。キャラもしっかり。さあフッチーさんは表アンディを投入している。さあマリー対アンディともに表。まあ、アンディもこのゲーム相当いい調整というかバランスのいい調整になってますね。無印から比べれば相当な強化と言えるんじゃないでしょうか。さあ今のはしゃがみ B でマリーが姿勢が低くなって当たらなかったんですね、マイ B が。さあ今度はしっかり当てていくが切り返しも早い。さあ中段を果敢に狙いに行きます。あの中段なんか不正でもあんまり何もないのが、あ、うまいですね。と果敢に崩しに行くのはマニアキ側、もう一回ここで体力がイーブン、中段当てて交差する、中段当てていく、もう最後は下段、いい勝負ですね非常に。あ、ここからチーさんは少しでも削りたいところ。まあ、しかしだいぶマニアキさんやってる動きですね。ここはしのげるか。もう空中側どこの読み合いがなんかなんというかもつれやすいですね。98は無印もそうですが空中ガードがあるので、あの着地した後はなんかお互いこすり合いになることが多いですね。うまい、しっかり初コン決めて、ゲージを溜め直したいところか。鋭い、あ、うまいですね。
あれがちゃんとフルで当たるのはいいところですね。さあ超えていく。さあまあユリは天敵っぽく見えますが体力差もあり、ここは凪が通る。チョイのステップがね非常に速いですね。そもそも歩き速度も群を抜いてますが、ステップも相当なもの。すごい、あそこで落とせる。さあやはり皇帝力強い。さあやはりデカキャラ、この乗っかりがちょっときついか。鋭い、あこれは痛い。しっかり駒投げ強制ダウン。前転から無敵投げ、まだあるか。さあ詰めていく。苦しい、脱出できない。さあ逃げられねえ。厳しい。うまいですね今ニャキさんも、こう逃がさないような立ち回りが光るところですが、これ対象戦。あこの溜まったゲージやはり発動していく。一発が重い。これはもうどっちか、おっと危ない、あもう釣れる。さあこれは逆にフッチーさんにプレッシャーがかかるところでしょう。さあスライサーから取って、これはチャンスか。あっとこれは間に合わず、しかしまだ生きている。下段、あっ投げというか C こすったところ、風の速い金尾が置いてありましたね。はい始まっておりますね、ワンピーバスケ部さん。おバスケ部さんもアンディ、これは裏かな表かな、よくわかんねえな。あ裏か、裏ですね。でキングが表なのかな、そうですね。フッチーさんもキャラを変えてエイジ投入。はい、キストラ同士。さあまずは投げから、さあ一気に画面端、通常技だけで押し込んでいる。さあ開幕のアドバンテージがでかいか、しかし返していく。うまい、よく見ている。さあこれさらに攻めに行くが、下段刺さって、あっあそこ連死になってしまう、痛い。証券証券避けて、おっとあれ抜けられるのかな、うわーこれは移動ないか。先鋒戦はバスケ部、2番手フッチエイジ。さあここはやはりストッパーとしてはだいぶエイジいいんじゃないでしょうかね。さあもつれ合う。さあ発動状態なのはフッチ側、さすがに飛翔剣は引きづらい状況。中段ガードしている。とさあこの体力がいやらしいところですが、中段行ったところ早めに C 暴れている。さあ崩される前に切り返して、あ出てきたのは表キング。やはりお互い地上のこう強攻撃が強いですね。さあ NC がきついんだろうと言わんばかりに振っていく。確かに下段も短いからあれがきついのかな。 ND だとやり合えないことはなさそうだけど、もうダメ、うまい、あ危ない
バスケさんも思わずあと言いましたが、あそこが金 D になっていればまだ分かりませんでしたが、大将ちょいボンゲめくりが入る。さあ姿勢が低い。さあうまく攻めに来たところをいなしている感じですが、これが画面端脱出していく。やはりステップは強力なんでね、置きのいいですね、ああいうしゃがみ小判で止めてますね、うまく。まあ、なんとか絡みついてダメージを取っていきたいのはチョイボンゲですが、さあじらされてしまう。さあ若干ちょい有利な状況ですが、おっとつえるが、あっ間に合わない。じゃあその後も間に合わないところ、さあ若干ちょいリードか、しかしこのプレッシャー内が通ってしまう。これは苦しいか、うまい時間の使い方、しかし確定。おお、これタイムアップ、あれはかくるんだね。はあ、これ対象線当たっている、あるか。ここでおそらくっちーさんはゲージをためないで攻めに行く。これためて、あっ危ない、これは避けて、うわあそこはちょっときついよね。あ、でバスケ部さんの後にも名前ついてたな。5月22日、あ、ミカドさんトークライブ出演、トークライブなんてあんだ、すごいな。ミカドさんもね、生放送としてるので、はい、バスケ部さんの勇姿を見ましょう。はい、ということで 2B マニアキさん2ライフ目ですね。さあ先ほど非常にいい動きをしていたので、これもいい勝負になるんじゃないでしょうか。さあしかしここでバスケ部さんビリに変えてくる。そしてラッキーも投入して、さあスライサーから、おっと力強くタクをかけていく。さあ確かにビリにね、こう中距離遠距離でいいようにやられたくはないですからね。ガーキャン押し込んで上、うおすごい、いい切り返しですが、ここで投げ C で返していく。あ、いい勝負ですね。さあ乗っかってうまい。ここはダメージのチャンスか。あ、見てんな。さあ中段はガード、危ない。さあ今度発動してガーキャンは間に合う。さあ地出していく、うおおすげえ、下から、見た目的には下から殴りつける。意外に横というか、横上というか判定が広いですね。さあ開幕スズメポイント1、さあマニアキさんはまだ落ち着いて遠距離からには投げ、うまいですね。あ、中段よく立ってますね。先ほどから一発も当たっていない。とここはつながっていない。さあスズメポイント2、うっ残りが、そうですね、あれ微妙に判定が残ってて結構めんどくさいですね。あの状況はやはりもう一回避けるかガードするしかなかったのかな。やっぱ判定が消えたと思って動き出したんだと思うんですけど。さあボール当てて、あ、攻めに行っているのはバスケ部側ですが、うまくいなしている。ビンタも決めて、しかしゲナンから、これは鋭い3ゲージ減った。
まあ、立ち回りが強い中こういうでかい一発が持ってるのがやはり強いですね、ユリはね。さあ開幕から攻めに行くのはバスケ部、ここはやはり取り返していきたい。まあ、マニアックさんにもゲージはまだないですからね、今のうちにといったところもあるでしょう。さあしかしパッと見ユリはめんどくさそうですが、崩していけるかどうか。さあですね、危険な間合い外からマニアックさんは様子を伺い、さあ詰めてくる、ワンコンボから中段立ちくらい金に当たる、これはいい勝ち方。しかし残っているのは皇帝クラウザー、おスカル中段当たって、これは危ない、下がって抜けた厳しい、これはキャメヤジ下がる、さあバスケピンチですがゲージをため直し一発を狙いたいところ、さあ危なかった、相打ちは痛い、おしかしかくらない、中段取ってこれは鋭い、最後の最後粘り強い。山口からマニアキさんすごいありがとうございます、本当にいいところから。山口というとポンザと一緒かな、県的には。あーそうか、水仙部さんもそうか、あーなるほどなるほど、はいはい。そして陽大さんが2ライフ目ですね。さあもう中盤、早くも中盤戦後半戦といったところでしょうか。開幕酒を割っていく、あれちょい結構めんどくさいガードのさせられ方だな、あれ結構きついんじゃねえ実は。さあしかし取れない、あれフォーキャックかくんのかな、わかんねえな避けきれないさあ打ちから、さあ取っていくが、あこれは痛い、そしてまた勝利モード、あーバスケさん完全にひよっている厳しい、一応最後のなんかレンガっぽくなかったから最後酒攻撃なのかな、ちょっとすげえ難しそうだったけど。さあしかしユリにはさすがにきついか、さあ当たっていく、相打ちから、さあもう近づくのが怖い、さあ打っていく、当たる、なんとさあやばいとバスケット、うおうまいさあバレまくる、おおここは相打ち、さあチンゲンサイが仕事をして、続いて裏ギース、さあ投げからダブルレップ、ここは避けていくでしょう、さあここはダブルシップの餌食に、さあバスケットピンチ、対象エイジ、さあ開幕残でさ、さあ落ち着きを取り戻してきたか、金利強い、あれほんといいよな、近いゼロ距離から返していく、さあコッパギリ、さあ対象出てくるな、キムカファン、さあまずはゲージを貯めて、
うわ強えな。あ気づけばリード。これは体育。さあそして破棄却追い打ち強半月。おおこれは出ないか出ない、タイミングが遅い。殺傷になるコッパ切り。あのあれあ出ない。さあいい勝負相打ち。あさあ下がって、あらあらあらさあすごい試合になってきた。暫定相打ちギリギリ残る。さあ 2P 側は秋下さん。さあ特にまあ9802無事 UM まあいろいろ強いですね。の秋下さんが 98UM でご参加いただいております。さあキャラはクラウザウラクリウラヤシロ。はい、ウラヤシロのやはりイメージは強いですね。さあそしてエキストラ開幕いいのが入る。強い禁止からさあ近づいてくる。さあ強い。さあいい前を保つが、さあジージーする。さあ攻撃引っかからないようにバスケルさんも丁寧に技出ししてますね。さあ上を取って、おおマジかできるな。はい、やはりキュアチーム現役勢死ぬほどクラウザーとはやってるでしょう。それがやはりうまく出ている。さあこれは怖い。マジか、お互いステップ前に出ていく。さあそして、中堅が裏クリ。あ下がりが早いな。さあバスケ部がうまく散らしている。投げを通してまた下がって投げ返す。さあお互い前に出づらい状況か。さあ引っ掛けていく、散らされてしまう。投げ外してステップに足払い。あこれはバイスもちょっと大変なんじゃないか。とあバイスのステップもだいぶプレッシャーありますね。あダメージアップさせて、あ当たらなかったか。さあ浦江翔大将、さあゲージため合いから発動していくのはバスケ部。さあ非常に静かな、さあ攻防が続きますが、もう一回近づく、投げて届かない。削りから下がって、なかなかバスケ部に対してダメージが取れない。うまい、
ここは払っていく。真正面からこれはいい一撃、投げ外して、あっすごい。さあ近い、投げまい、ワンチャン掴む。しかしエイジは結構だるそうだな。さあ痛い、さあしのげるか、これはきついか。あおあああ冷たいが、さあ釣られない、でかい、これは追いついたんじゃないか。さあわずかにまだバスケブリードですが、うまい、あるぞ、あーあああもうすでに飛んでいた。これはきつい、いやーいい勝負だったな。